とはいえ、とはいえ、鎌倉幕府っていうのは将軍様あっての御家人です。なので、もちろん次の将軍様を決めなきゃいけない。そうなった時に即位したのが頼朝の次男である、実朝が征夷大将軍になる。実朝が征夷大将軍になるということです。ただ、実朝この時若干、12歳。12歳どうだ、小学校6年生。この中で小学校6年生の時に荒くれ者のご記念たちをまとめ上げられたよっていうやついるか。いねえよな、いねえの、無理だろお前。いねえよな、うん、無理だと思います。みんな無理だと思います。でもこれはすべて北条氏の思惑通りなんですね。頭がいいですね、北条氏はね。うん、12歳だったら自分たちの思惑通りに、祭り事を進められる。そういうことですね。これが北条の狙いだったわけですね。ただ、実朝も人間ですから徐々に成長していきます。するとあれなんか俺が一番偉いはずなのにな、なるわけですね。俺が一番征夷大将軍で偉いはずなのに、なんか北条のおじさんばっかり偉そうに祭り事してるな、なんか俺も祭り事やってみようかな、なるわけですね。そしたら幸か不幸か、幸か不幸か、実朝は右大臣にまでなってしまいます。なってしまいますなんですね。なんでしまいますなのか、勘がいい人はもう気づいてるかもしれません。次のページ、実朝暗殺。怖えー、怖えー、鎌倉幕府怖えー。